こんばんは、ナシュメラです。今日はですね、モンストの動画なんですけれども、また、大きなアップデートがありまして、ワクワクの実というのが実装されたようですね。で、そのワクワクの実というのは、まあ、特定のキャラにしか使えないみたいで、その特定のキャラというのが私の持っている中だと、マーリン、ロイゼ、そして信長だったみたいですね。で、この3キャラが今、英雄の証をもらうというのが出てるんですけれども、これをタップすると英雄の証を手にする資格がありますということで、受け取りますかっていう風に出るんですけども、まあこれはなんか受け取っちゃって良さそうですね。はい、こんな感じで、一番下にワクワクの力、ワクワクの実を食べていないというわけで、ワクワクの実をこの後手に入れれば、まあ新たなちょっとした能力が手に入るという感じでしょうかね。まあ、マーリンがこんな形で強化されるとは思わなかったんですけれども、ただ、ワーリンとロイゼと信長は、仮にこれで強化されたとしても、どの程度使えるようになるのかというと、ちょっとまだ未知数ですね。今一つ、そこまでの強化にはならないような気がします。はい。でですね、今回は、ガチャがですね、1回、無料で引けるということで、ランク50以上の限定ガチャ、10月30日まで、オーブゼロ大感謝ガチャということで、まあ、ただで1回引けるので、これを引いてみたいと思います。で、これは、まあ、いろんな限定、獣神祭限定のモンスターとか、超獣神祭限定のモンスターなども、すべて出る可能性があるということですね。まあ、以前、何でしたっけ、ワンチャンスガチャというのがありまして、その時には、オーブ消費があったんですけれども、まあ、それがどうも不評だったみたいでね。今回は、オーブ消費がないみたいです。というわけで、まあ、無料なので、サクッと引いてみたいと思います。まあ、一応狙いとしては、まあ、クレオパトラとかね、まあ、どっちの強いのが出ればいいんですけれども、まあ、確率的には、まあ、おそらく、星4が出るのではないでしょうか。まあ、金玉は確定ですけどね。はい。ガチャれば必ず星4以上のスーパーレアが1体当たる、1回限りの無料ガチャというわけでございます。さあ、どうでしょうか。はい。これもあれなんですかね、特殊アクションとかあるのかな、このワンチャンスの時にも。あ、チャンドラ。これは、悪くないな。星4だけど、ラック上げになるから、星4の中では悪くないという印象があります。しかも、ラック5じゃないですか。いいですね。まあ、無料で弾ける中では、私は、これはかなり満足な手だったと言えますね。まあ、星4の中で唯一欲しいのはこのチャンドラとディルロッテなので、うん。まあ、なかなか美味しいガチャだったと思います。というわけで、モンストの新しいアップデートでした。ご視聴ありがとうございました。